美人の友達に嫉妬してしまいます。どうすれば前向きに自分に自信が持てるようになるのでしょうか。アドバイスが欲しいです。お釈迦様から言えばね、いや美人であろうと美人じゃないと健やかに生きるに必要なものは全部得られてるんでしょう、うん、見てくださいこの地球をと。無数の生き物の中であなた人間に生まれてるんですよ。人間の中で史上最も恵まれた時代の21世紀に来てるんですよ。その中で安全長寿豊か全て揃った日本人に生まれて五体満足でしょう。その上で友人よりもさらに美人になりたい、そうじゃないと苦しいんですかっていうことになりますが、まあ生きるに健やかに生きる必要以上の欲求みんなたくさん持っててですね、釈迦から見るとこんなもん気にする必要ないじゃん。で気にすると良くないよ。ほらそれで嫉妬で非常に苦しんでるじゃん。どうしてやめないのそんなこと。なんでそんなこと気にしなきゃいけないのね。まあ美人だと嫉妬する、美人だと一体何かいいことがあるってことでしょうね。でここで釈迦牟尼が加える2つ目の知恵、美人というのはその裏に苦しみがありますよ。第一、容姿というのは無常です。20代では若くても30、40とだんだん衰えていって、そこをお化粧でごまかして必死になるってことだが、美人で人に愛されている人は長期的には逆に損をする可能性がある。なぜかというと容姿で人に愛されて、あるいは自分を甘やかしている間に人格的、人格を磨くってことはなかなかしないわけですね。そうすると容姿が衰えた後には何も残らない。美人薄命って言いますね。これは美人が美人である期間が短いって意味も一つありますが、美人はその中高齢期からその落とし穴にはまると、何もない自分、これを見てしまうと。美人でない人はそれに慣れてますけど、しかし美人の人は若い時と年取った時では自分の取り巻く環境が違うから、高い木に登ったものが落ちるって感じですかね。そうすると落ちて死んでしまう、まあ要するに大きなショック、苦しみを感じてくるではないか。一方美人でないから人に愛されるためには、自分の価値を形成するためには人格的な努力をした人は、人格的なこう財産って、ね、一生続くんですね。それをこう若いうちに形成し、そして年を取っても温めていきますから、どうしたって容姿っていうのはいくら投資してもですね、あと10年ぐらい老いを遅らせることができてもですね、20年30年そして中高齢期になっても若さを保てる方、それはなかなか難しいであろうと。それは皆さんにとって投資する価値があるか、そしてそういった長期的には投資効果のないもの、これを持ってる美人の友人をそんなに妬んでどうするんだ。まあ他人の庭を見るな、自分の庭を耕せって。他人は美人という庭を持ってるが、それは10年後20年後どんどん花が枯れていくよと。花の命は短いって言います。自分は美人という庭ではないが、しかし人格を養うためのその財産はあると。これを養っていけば30年40年100年後までずっと花が咲くっていう、ね、どっちがいいか、美人か不美人か、若い時にどちらが幸福なのか、人生万事塞翁が馬、やってみなければ分かりません。釈迦の教えは楽の裏に苦、苦の裏に楽、全ての喜びのその裏には苦しみがあり、苦しみの裏には喜びがあるということですね。よって美人という他人の庭を見るんではなく、自分の庭にある人格的成長の可能性という根っこ、これを見出して、種を見出して、それに水をやり、木を育て、花を咲かせるですね、慈悲深い人格という花を咲かせれば、30、40、60、70、90、100になっても、そう愛されるおじいちゃんおばあちゃん、これね。一方美人でもそれだけで人格は伴わず、中高齢期からだん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 プライドだけ高くて嫌われる人っているじゃないですか。そういうおじいちゃんおばあちゃん、孤独な死、これを迎えるんじゃないか。美人薄命、漢字漢字っていうかね、こういったことわざの中には仏教的真理もあると私は思う。